容師のよしきです。今回は前回に引き続きセンターパートのカットの手順を解説します。できるだけシンプルなカットの手順なので、美容師さん以外でもお子さんなどの、ご自宅でのカットの参考になれば幸いです。今回のカットの手順はこの4つになります。1つ目は、サイドの刈り上げ、2つ目がサイドのカット、3つ目が襟足の刈り上げ、4つ目がドライカットです。で最後にスタイリングをしていきます。こちらがビフォーです。お客様の髪質は太さは普通で毛量はやや多めですが、張りもあるのでツヤが出やすい髪質です。最初にサイドの刈り上げです。刈り上げは 9mm 設定です。ご自宅のバリカンに 9mm がなければ近いミリ数で調節するのも大丈夫です。短いよりは長い方が失敗が少ないので、ちょっと長めの方にしてみてください。この範囲を刈り上げていきます。このように耳後ろから襟足につなげるように分け取ってください。この範囲の 9mm と 6mm、 だいたいこのようなイメージで刈り上げていきます。揉み上げからバリカンを上に向かって入れていきます。クリップで留めている上の毛を切らないように注意してください。次に 6mm に変更して生え際をカットしていきます。 6mm でカットする範囲はこちらです。 6mm でカットすると生え際からのグラデーションが入ることになるので、見た目もすっきりしスタイルも長持ちします。次に出てきた毛をアタッチメントを外してカットします。続いて襟足から耳後ろもカットします。手順は耳周りのカットと同じ手順です。同様に左サイドもカットしていきます。この時にできるだけクリップで髪を留める範囲を左右均等にします。左右で留める範囲が違うと仕上がりに左右差が出てしまい、アシンメトリーなスタイルになってしまうので注意が必要です。次にサイドのカットです。センターパートのスタイルなので、カットする前に分け目の確認を行います。長さを切る前にコームでどこのラインに設定するか確認をします。今回は気持ちすっきりしたスタイルにしたいので、耳たぶに少しかかるぐらいの長さの設定にします。毛束を下に引きワンレングスでカットします。カットに慣れている上級者の方はこのように少し持ち上げるとグラデーションが入ります。グラデーションでカットすると柔らかい丸みが出ることと、毛先のライン感もパツッとしすぎずに優しい感じになります。逆にパツッとライン感を残したい場合はワンレングスでカットすると重めに仕上がってパツッと残ります。そのまま後頭部まで直線に切っていきます。左からも同様にカットします。一度ワンレングスでカットし、次にグラデーションでカットすると失敗が少ないのでおすすめです。慣れてないうちに急にグラデーションでやってしまうと、設定した長さより短くなってしまう恐れがあります。最後に前髪を正面に引き出して角が出てくるので1センチほどカットします。続いて襟足の刈り上げです。最初に 9mm で刈り上げを行います。このようにコームでガードを作ることによって上の髪の毛を切りすぎないようにします。バリカンの動きはこのように手前に R を描くように毛を逃しながらカットします。次に 3mm で下からグラデーションを入れます。
シェーバーがある場合はこのようにきれいにします。カットの最後の手順はドライカットです。ここで全体の質感や最後の微調整を行います。まず最初にライン感を調整します。この時のポイントは髪の毛が自然に落ちる位置でカットすることです。毛先の重さをもう少し取ってなじませたいのでチョップカットで落としていきます。できるだけツヤ感を残したいのと毛量を落としすぎたくないので今回はすきバサミセニングは使いません。襟足から上のグラデーションにつながるようにセニングでチョップカットします。後頭部は毛が硬いのと毛量も多いのでここではセニングを使用します。最後にスタイリングです。センターパートに必要な前髪のふんわり感を作っていきます。ここでヘアクリップを使用します。分け目を境にふんわりさせたい部分をこのようにクリップで留めます。ドライヤーの温風で10秒ほど温め放置している間に根元が固定され このようにふんわりします。今回はソフトワックスを使用します。つける順番はサイド、頭頂部、後頭部、そして全体につけていきます。最後はシルエットと毛流れの微調整を行います。いかがでしたでしょうか。できるだけ簡単にカットできるように解説してきました。美容師の方もそうでない方も特に一般の方もご自宅でチャレンジしてみてください。質問はぜひコメント欄で答えられる範囲で受け付けています。参考になったりいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。